でこっちはそうじゃなくて、この辺りも山桜とかカムレバーって咲いてる桜も自体も途中もいっぱいあったんですけど、このオスズミ桜自体は一本桜っていうことでね、とにかくもう一本でドーンっていうパターンらしい。すげえ観光バスとかもガンガン行くやん。まあ今桜の時期、桜祭り来る途中も四日市もやってましたもんね。海蔵館のところ、海蔵館のところも行こうかなと思ったんですけどね。肉植物の無人販売、なかなかシュールな無人販売所だね。いい景色だ。この辺りちょっともう葉桜になってきてんのか。品種によってかな。これなんか多分ソメイヨシノっぽいけどな。まあ山桜も多いですからね、こっちの方が。あって取れるかな。結構取れるな、この感じは。のんびりコースってやったらいい、のんびりちゃい。これが桜橋か。マップは418席の方行ってるんだ。多分山道越えてたけどな。はい、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 はでもいい天気だ。ちなみにいろいろがありますけど、まあ鈴見桜の観光用の駐車場までになっとったり。あとは鮎かな、この辺りだと多分鮎がね有名ですからね、鮎料理とかやってるんじゃないかな。時期的に鮎ってもうでも始まるか、ちょうど始まるかなぐらいですよね。去年も鮎は食いに来てるんですけど、こっちじゃなくてあっちですけどね。比類は大垣だよな。比類じゃなくて大野町か。あっちの方かな。あれ失礼しましたよ。あ、ここは駐車場がね。こんな感じで、すごいすごいすごい。もう車どんどん入っていく。駐車場料金は500円なんだ。薄積み駐車場すごい。そう、車で来ようかなとも思ったんですけど、まあまあな距離があるのと、やっぱ混むな、駐車場もすげえ混むな。まあこれはもう電車で来て出会でしょう。運転するとまあまあ元すの無理だな。高い街だったら全然そんなに、まあそれでも疲れるかな。あ、すごい。
はい。すごいね。そんな感じなんでね。車で来るとも車で来るで大変なんで。ぼっちだったら、ガーテンに頼むとっていうのは味ですね。フリーパス買ったのに、途中のね、ちょっと気になる、絶景スポットみたいなところもいろいろとあったんで、トレードから撮ってこうかな。時間はね、夜までね、やっといて時間が取れますんでね。よし。こっちのとこも全部休憩所なんですけどね。横山はもう満車なんだ、すごい。うわぁ。はいはい。ふぅ。はい、どうもー。すごいね。ただよ、ずっと一方通行なんだ。公道ではなくて、私道なのかな、市道なのかな。すごい駐車場。ここで駐車場あって、すごい。あとでも230m。はあ。奥までお願いします。駐車場奥までお願いします。奥まで入ってください。奥までお願いします。車通ります。どうぞ待ってください。はい、どうぞ。はい。はい、じゃあね。よし。あれかな、うん、ちなみに温泉もあって、なんか温泉とパックになってる切符もフリー切符もあるみたいですけどね。さすがに着替え道具ね、持ってくるのもあれ、ね、あ、でもタオル付きとかね、で1000円、2000円だったらそれぐらいで。っていうのもあるらしいです。おお、坂道だ。うん。